皆さんこんにちは、井上りりこです。We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. 今日はケンタッキー食べるよ。私の今年のクリスマス事情をとりあえず話すと、仕事の後に美容室行って髪の毛の手入れをする、以上です。まあでもなんか最近すごい思うことがあって、不幸になるのって超簡単じゃないですか。でも同じくらいポジティブになるのって簡単だなってすごい最近思うんですよ。最近その幸せの定義みたいなことになんか違和感を感じ始めたんですね。クリスマスに一人ぼっちかもしれない、確かに私はね。クリスマスに一人だから私が惨め、なんか不幸みたいな、寂しいみたいな、不幸の定義みたいなのを全部下ろしたいなってすごい最近思うようになりまして、 LINE が毎日来なくて辛いとか、なんか寂しいからどうとかみたいな話をよくしてくるんですね。前回の動画とかでもなんか私は LINE とかは毎日絶対しないみたいに言ってたじゃないですか。毎日 LINE すると確かに幸せかもしれないけど、昨日まで毎日してたのが今日帰ってこなかったりすると不幸の予感がしません。わざわざ不幸の種を自分から作るのはやめようって気がついたんです。よくある話だったらさ、 LINE は既読無視してるのにインスタでは閲覧がついてるとかさ、よく聞くじゃん、なんかあるじゃん。でもそういうのとかって最初からその概念っていうか、そういうものすべて捨ておけば、その心配とか自分がなんか疑心な気持ちが生まれたりするっていうきっかけすらもなくなると思うんですよ。とはいえ SNS はやめないんだけど、求めたりとか今起きてないこと何なのかもしれない、あの人こうなってこうなのかもしれないとか、この先こうでこうなるかもしれないとかって、まだ現実に起きてないことだったり現れてないことだったりするじゃないですか。そればっかり見て不幸になってくって本当に最悪じゃない。幸せは探すものじゃなくて今ここにあるものなんですよ。まあ、好きな人いるんですけど振られちゃってて私のことを不幸は好きじゃないのかなって思ったりすると、ちょっとなんかしょんぼりしょんぼりな感じなんですけど、でも今こうして私、なんか私の話を聞いてくれてる人がそこにいて、その人に私の話を聞いてもらえながらこのチキンを食べることができるんです。それってマッチで幸せなことじゃないですか。しかもそれってもう現実で今まさに起きてることなんですよ。あの何なんかもしれないとかじゃなくって起きてることなの。だから私そういうなんか今ここにある幸せに目を向けて人生生きていこうって思ったんですよ。そしたらなんか超毎日がハッピーで超幸せですよね。だって一人でこんなにチキン食べていいの、幸せじゃない？幸せ。クリスピー。うまっ。なんかこれ2枚ついてるみたい、幸せでもくどいくらい幸せって口癖にして生きていこう。なんか絶対その方が幸せを導き出せる気がするの。ごちそうさまでした。で、みんなはさ、あのクルーリーのさ、琥珀色の街上海ガニの朝っけかなんかって曲知ってる？上海ガニ食べたい、
あなたと食べたいよ。本当にその通りだなと思って、上海ガニって食べる時とかって喋れなくなっちゃうじゃん。夢中になったり、むしゃむしゃむしゃってしてて、私にとってはジャックポットも上海ガニだなってめっちゃ思って、正直あのコールだったりとか飲みのゲームだったりとかってその人の個性とか性格とか全く関係ないし、なんか誰がそれしても別に良くない、あなたである必要がないみたいな話じゃないですか。個性だったりとか全く無視した上海ガニを食べること、ジャックポットをすることもあなたとするから楽しいんだよ。会話だったりとかが必ずしも重要じゃないし、自分がすごく仕事に追われてる時は仕事の中での共通の人だったり、仕事の中での共通の話題だったりばっかりが自分の中でインプットされて、だから他人にアウトプットする引き出しが自分の中で仕事にまつわることばっかりになっちゃう時期ってあると思うんですよ。そういう時に全然同じ職場じゃない人にそのアウトプットするのがなんかうーんってなっちゃって、自分のコミュニティがどんどん狭まる人ってまあ少なくないと思うんですよね。そうじゃなくって、まあ、いつも仲良くしてた人が最近環境が違うからって離れていくのは寂しいじゃないですか。会話がなくてもいいんだよ、私はあなたと上海ガニが食べたいな、歌歌って一緒に過ごすだけでもいいじゃないですか。それが幸せだと思いません？ピーマンの肉詰めってあるじゃないですか。ピーマンの肉詰めって大人になればなるほど美味しいなって思うんですよ。ピーマンって子供が嫌いな食べ物じゃないですか。人間はピーマンの肉詰めだな。苦い部分もあるからその人のことが美味しいんです。好きな人のとか好きな友達の好きな部分、ハンバーグの部分ばっかりを自分が摂取したくても栄養も偏っちゃうし、その人のピーマンの部分が受け入れられないうちは自分が未熟な話なんだろうなって。子供であればあるほどハンバーグを好きになるし、自分に合う人を他に探せばいいだけのことだし、でもさ、うちらってさ、なんかやっぱり、いやでもやっぱこいつと仲良くしたいんだよなって、それを選んでるのは自分だと思うんですよ。その人の悪い部分、いわゆるピーマンの部分とかも自分が愛してあげなくてどうするんだって私は最近すごく思うから、その人の中のピーマンの部分もカミカミごっくんするんですよ。ピーマンって体内に入れると自分の栄養になって、それが自分の血となり肉となり自分を守る盾となるんですね。だからそういう好きな人だからこそ嫌いな部分も許容しようかなっていう気になれるわけじゃないですか。どうでもいい人の嫌いなピーマンの部分なんて食べたくもないじゃないですか。好きな人の悪い部分と向き合ってるうちに器を大きくさせてくれてたから、器が自分が大きくなればなるほど自分の別の関わなきゃいけない場所だったりした時に、その好きな人からいただいたピーマンの部分が自分の盾となり許せる心とかを鍛えさせてくれるような気がするなって思うんですよ。だから最近は人間はピーマンの肉詰めって思うことにしました。2022年は本当にたくさんのことがあって、職場で年を越すっていうのがもう大人になってずっと常識だったから、せめて電話かかってくるかなとか、一緒に電話越しでも年越せるかなとか、おめでとうって真っ先に連絡くれるかなとかってちょっと思うじゃないですか。来なくてえみたいな思うじゃない。スタートはあんまりポジティブな気持ちでスタートしなかったんですよ。って思ってたら携帯の通知になるじゃん、 LINE がポンみたいな。したらさ、なんかさ、はってなってさ、パッて携帯見るじゃん。そしたらその時に明けましておめでとうございますリリコさんって連絡をくれたのが今のスキピなんですよね。2022年は本当に彼に幸せにしてもらった一年だなって最近はすごく思ってて、なんか彼的には多分大したことはしてないんだろうけど、それでもいいんです。なんかもう彼がこの世に存在してる、ただその事実が幸せなことなんだなっていうのはすごく最近感じて、ただそこにいるだけで自分が救われるっていう存在が、まあ別にあくまで私は今回は好きな人だったけど、それが親友だったり家族だったり親だったり兄弟だったり、いろんな形の人がいると思うんですけど、なんかもう生まれてきてくれてありがとうって、恋愛がしたいんじゃなくって幸せになりたいんだなっていうのを最近思ったの。なんかこの間22、3歳くらいのなんかねすごい可愛い坊やに
声かけてもらって、その子は確かに可愛いし、私の今まで恋愛してきた人と初対面の印象はめっちゃ一緒だったのね。いつもの私だったらきっとこの人のこと、ああ嬉しいって気持ちになったりとかポジティブな気持ちになると思うんだけど、その人のことフォローを返さなかったんですよ。なんでかって言ったら、その人との未来をちょっと考えただけでも、そこにときめきとかはあるかもしれないけど、幸せが全く見えなかったんですよね。多分また今までと同じような恋愛を繰り返すだけだなっていうのが目に見えてて、それがなんかもう私が欲しいものじゃなかったから、5時間後くらいにわざわざ DM で今日話した誰々だよみたいななんかアクション起こしてきたんですけど、当たり障りもないもう敬語でポンって返信返して終わらせましたね。ごめんね、最初の印象だけでさ、なんかすごいその人のこと全部理解したような物言いのね、あれは良くないなとは思うんですけど、まあでも自分の人生だしね、なんかそういう残酷さも時には必要なんじゃないかなとはちょっと思います今日何の話してるんだろうって感じで思うよね。でもなんか久しぶりにこうやって一人で喋るのもいかがですか？今日は生き方についてのお話クリスマスの話じゃない高評価ボタンとかコメントとかってなんかあんまり意味がないんだろうってこう見てる側の人たちは思うと思うんですけど、高評価ボタンの数だったりコメント欄がたくさんあるのって動画のクオリティが高いっていう風に AI とかだったりとかかな、その YouTube 側から評価されて、私のチャンネルっていうのがどんどん多くの人に表示されやすくなったり発信されやすくなったりすることになるんで、私のことを本当に応援してるよって思ってくれてる人はコメント欄をめっちゃ荒らしてほしいし、もうあとかでもいいです、本当にたくさん押してほしいし、高評価ボタンももちろんチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、皆さんメリークリスマス、バイバーイ。